楽器はあんましたことないな。あ、本当ですか。うん、多分ここでやったらすごい驚くと思います。したの？いや、しないですけどもうあの自分1回だけもう拝見させていただいたので。ああ、卓球場。卓球場向こうが本館で、こっちが別棟って感じですかね。そうですね。まだここの建物の2階、3階、4階はまだ工事が入っておりません。で、皆さんにお泊まりいただいた建物の方で約200名、で今後の予定ではこちらに200名お泊まりいただける施設を作っているので、1回で約400名。おお、すごい、はい、イベントの際はぜひぜひ。かわいい、すごい。かわいいですね。かわいいですね。そうです、噂さん、これはリアルで。あ、リーナってことあれ、なんか後ろのメンバーいなくなったっけ急にメンバーいなくなったすごい。いやー、すごいじゃん、これ、うん、すごい。いや、みんなです。うわー、なんか卓球してみたいですね。ここは卓球のフロアマットがですね、あの東京オリンピックのモデルと全く同じモデルなんですけど、まあ、開花されれば今年の夏使われる予定だったフロアマットですね。すごい、本格的。いや、あの弊社では卓球台は一応30台持っておりますが、今並んでは20代なんです。10代に関しましては体育館に、なので卓球の合宿の時は2会場で出てきますよっていうようなご案内をしています。ノトミントンって結構体育館で横で卓球やられてる方と一緒になること多いですけど、はいはい、絶対完全にもう別ですね。喜びますよ、はいはい、皆さん。やばいですね、ポケモンセンターみたいな。すごい、はい、ポケモンセンターで、なんかバドミントンでコートマットみたいな感じ。コートマットみたいなもんですね、うん、フロアマット。今フロアマット、それがもう全面に引いてあるわけですから、ね、コンクリートなんですね。コンクリートの上にこれ敷くこともできるんですけど、それよりも木の上に敷いた方がいいっていうことなので、この上げ床にして、うん、でその上にフロアマットっていう形でこのマットを、はい、取ります。特急一つ伝えたい、はい、ある程度滑ってある程度止まるっていうのがいい。バドミントンもそうです、ね、あ、そうですか。バドミントンもコートマットっていうのがあって、はい、そういうイメージです。あ、そうなんですね。緑が多いかな、はい、緑が多いです。緑ですね。赤は多分そんなにないと思います。実際にこのメーカーさんのものでリオオリンピックは緑のフロアマットです。東京オリンピックは赤。実際にあの全国大会とかにも出る高校さんに使ってもらったんですけども、高校生にはもったいないって言われましてでもう次使うときは体育館でやりますっていうようなお返事だったもったいない、せっかくなら使っていただきたいんですけど、ただあの実践向きじゃないってことなんですね。あ、体育館、高校の試合でこういうマットでやることないってことですね。ないので、体育館の床でやることが多いので、より実践向きなのは体育館のマット、あ、床っていうことです。トップ選手たちはこれでやる。そうですね、実際にその時は T リーグの選手なんかも来ていただいてお使いいただきました。バドミントンのコートマットの感覚と一緒かもしれないですね。コートマットでやる人は確かにあんまないから、インターハイとか本当にそんぐらいですよね。ないから見たかです。材質よくしようか、ここそこだけ一番お金かけます。確かに酸素を乗っててすごいですね。本当だ。これとっていう2つの金額が2倍違うんです。で、あのトップ選手が来ていただいた時とかは個室をご用意いただいて、はい、個室もご用意してます。不正奥で、はい、YouTube っぽさ吐き違う。ああ、全く同じ。すごい、ここもちゃんと。すごいですね、ここにも卓球台を置けると。こっちにもちゃんとこれが。いやすごいな、こんだけ卓球充実してたら、なんかもうバドミントンもやっぱ卓球始めたくなりますね確かに卓球始めたくなります。体育館でバドミントンやっていただいた方にも、夜はちょっとここで卓球をやっていただいたりとかっていうような、あのやはりいろんなスポーツをできる施設が整ってますので、そういったところでいろんなスポーツと出会って発見していただいて、なんかいい、他にバドミントン以外にいいスポーツが見つかったらそれで伸ばしていただければいいですし、っていうのも目的としてやっております。すごいよ、なるほどです。
あとで勝負します。私ですか。めちゃめちゃ弱いですよ、私。野球しかやったことないので、本当に。野球の方でバドミントンとか、上手い方多いです。あ、本当ですか。あ、多いですね。あ、でも、投げる動作は似てはないとは思うんですけど。今、世界ランキング1のモモさんも野球経験者なんですよ。そうなんですか。はい、下から映さないです。こうやって雑誌に取り上げていただいて、後ろ聞いてページで。この後はものすごい卓球の方からお電話をいただいたんです。そうですね、はい、おー、すごい。もう卓球国って言ったらもう卓球業界のもう代名詞の雑誌ですよね。バドミントン雑誌もぜひ。バドミントンもない。弊社のロゴですので。はい、顔ですね。ありがとうございます。富士山っていろんなところで見る角度が変わるといろんな形に見えるんですよ。そうなんです。ここは富士山、あ、富士市から見た富士山なんです。この宝永山っていうのが富士山あるんですけど、富士市から見るとこれがくっきり見えるんですね。これを正面から見るとちょっとくぼんで見えたりとかするので、そういったところでちょっとこだわりを入れてロゴマークに。すごい、そこまで。アイタカの絵も見る角度によって変わります。角度そんな変わんないっすよ。回ってるんですか。じゃあ一回線になる時ありますね。そしたら一本。続きまして、お部屋の方に行きたいと、案内していただきたいと思います。それでは客室の方ご案内させていただきたいと思います。お願いします。すごいですね、できたばっかで。なんかすごいですね。4階ですね。そうですね、4階のフロアの客室は、ちょっと今、なんか合宿所っていうイメージだと、ちっちゃい部屋とかのイメージがあるんですけど、もうなんか普通のホテルみたいですね。普通のホテル、ホテルなんだって言ってた。どうぞ。ああ、ありがとうございます。はい、どうぞ。すげー。日本博で一番大きいお部屋ですね。なんか、うわ、もう合宿施設じゃないですね。ホテル、すごい。そうですね。すごい。はい、どうぞ。なんかもう、ちょっとプロジェクトメイキングされてない部屋なんですけど。広いですね。驚きです。どうぞ。ベッドが4つございます。雑魚寝の、あの、ね、畳でとかいう合宿所のイメージじゃなくて、めちゃくちゃ綺麗。そうですね、一応あの一般のお客様にご宿泊いただける許可を持ってますね、このホテルは。なので、あの、本当にファミリーであったりとか、あの、観光目的に来ていただいたお客様にもお泊まりいただけるような、はい、普通に綺麗ですし、めちゃくちゃ広いですね。はい、めちゃくちゃいい、いいですね。それはあの、よくこう合宿のやられる方とかで、あの、大会を運営される事務局さんとかの中で、はい、例えばこの方はちょっとお部屋、大きいお部屋にしてくださいとかっていうお部屋、対応もできますの で、あと景観的にも楽しみいただきます。伊豆半島が見えますね。お海が見えますね。正面駿河湾で奥が伊豆半島ですね。はい、正面駿河湾で奥が伊豆半島ですね。はい、その通りでございます。はい、同じこと言っただけなんですけど。綺麗ですね。はい、こういったお部屋です。はい、で、めちゃくちゃ部屋感動します。ホテルめっちゃ広い。あとお風呂とトイレもついておりまして、トイレとお風呂が別にちゃんと分かれてるんですね。そうですね。で、お風呂も一般家庭用のお風呂になってますので、大変ゆっくりお過ごしいただけます。広い、嬉しい。広い、嬉しい、大好きっていう話ですね。いっぱい今会場がたくさんの笑顔でありました。綺麗、すごい、分かれてるの嬉しいな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それは2階はこういったツインタイプのお部屋 と、はい、ベッドが2つあるのカルテッドルームって呼んでるんですが、カルテッドルームが全部で12部屋、はい、ツインタイプのお部屋なんですけども、広っ。そうですね、もともと大学でしたので、
コービスのちょっと大きい部屋をちょっと食べ立てて、あそこに食べ立てるとちょっとスペースが広いお部屋があったりとか、こういったぐらいの全然普通のホテルのツイン全然広いですよね。テレビをでかい、これでアリチューブが見れる。確かにアリチューブが見せるんですか。ものすごい広いスペースが、海外選手の方とかが1週間泊まります、2週間泊まりますってなった時はお荷物が多分多いと思うので、ベッド立つと全然練習できちゃいそうですね。めちゃくちゃ広いですね。やはりあのキャリーバッグこう広げたりとかっていうのあると思いますので、やはりこのぐらいのスペースは、なのでちょっとお泊まりいただいたシングルもちょっと広く取らさせていただいたと思うんですけど、そういった意図もあります。マットとかに引いて、ストレッチとかも合宿の時とか、そうですね、やられますね。ヨガマットとかも引けてできそうですね。はい、テレビは大きい、うちのテレビこうだね。それでは3階に行きたいと思います。ありがとうございます。3階はシングルルームの部屋でございます。全然シングル広いですね。広い、住みたいです。広いですね、本当に。そうですね、あのやはり合宿向けにあのお部屋の作りとかも考えておりますので、もうこんなとこで高校生とか合宿しちゃったらもうくつろぎにくつろいじゃいますよね。全然 やってきた合宿場のイメージ最高ですね。贅沢ですね。贅沢ですね。はい、ここもちゃんと全部分かれてるんですね。そうですね、お風呂とトイレは分かれております。めっちゃ合宿したいですね。さっきも言ってたんですよ。そうです。さすがです。さすがです。見るところが違いますね。見るところが違います。見るところが違います。実はこの2階のお部屋、大部屋になっているんですけども、1つの大きいお部屋に扉が2つあったりするんですね。それ番号でも見ることができるんですけど、この上の色で判断することができまして、さっきまで4つじゃなかったです。そうですね。黄色が2つあるんですけども、その扉は同じ部屋ですよっていう、はい、さっきまで4ついてなかったなっていうところについてました。さすがでございます。違いの分かる男です。誰か突っ込んだ。誰か大部屋のですね。そうそうそう、まあ、大きさもいろいろありまして、27畳のお部屋から一番大きいお部屋ですと42畳で、小さいと15畳。いわゆる大手合宿場のコースで、そうですね、はい、でも綺麗ですね。綺麗だな。まあ実際に、昔あの大学に来てくれた違う大学の監督、高校の監督をあの生徒と同室に入れたっていう、すごいミスしたことありますって思い出しました。めっちゃ怒られました。もうコロナの状況でそれができないので、ちょっと今大部屋の運営というのは大変難しい。確かにそうなんですね。なので今あの需要としてはシングルルームの需要がものすごく多いで、関西とかになると5人以上の宿泊はクラスターになっちゃうので、4人までだったら OK ですよっていうような、なんかその条例の組もあるみたいで、そこの検討ですね。カルテットは OK だけど、カルテットは OK なんです。でこの大部屋がいくつあるんですか？大部屋全部で11ございます。はい、なのでこのフロアだけで、まあ、定員で申し上げますと約150名、はい、30人が5部屋ですね。はい。それはまあこういった和室で一番大きい、これ笑うのつらいな。42畳の部屋ですね、一番大きい和室で、はい、はい、広い。42畳の部屋です。あ、広い。テレビもあるね。今定員は2畳で1名計算にさせていただいてます。大体21名。まあトイレは増設で、これ女子トイレと男子トイレ。で洗面所はトイレと一番奥で一括で洗面所をご用意しています。はい。この中入ります。すごい。ああ。今日も目が大きい。いい目してるわ。今日空いてる方ですからね。探さなくても大丈夫です。空いてるです。ちゃんと確認できました。すごい晴れ晴れした気持ち。なんか晴れ晴れした気持ちになりますね。朝ここに行きたいわって思います。
全部サブレで。こちらでロビーに戻ってまいりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。僕はもうラウンジですので、もうご自由にお使いいただいてお休みいただいたりとか。もう会議室なんですね。そうですね。ビジネスはい。あもうこういったところであの打ち合わせしていただいたりとか、すごいですね、リクエストいただいたりとか、はい。ありがとうございます。すみません、ご丁寧に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。